あ、これ結構前だね、リリースで。前の前、ね、本当結構優しい。ありがとう。しかもパー5、ね、パー4、パー4です。あれ、あ、意外と水距離あるじゃん。300、うん、あるあるある、距離はある。残り110メートルぐらいから下がります ね下がってまた上がったところにグリーンがあるような、こう右サイドちょっと結構浅い OB があるので、はい、ここだけ注意した方がいいですね。視感が、うん、すごい。この話もうしました。この話もうした。え、くっそ、これはちょっと殺り。いいね。あ、ちょっと右行っちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫、ナイスキック。よかった、ナイスー。いい、刺さってた。やば、オッケーオッケーオッケー。あ、大丈夫。おー、いいね。なんかすごい出てます。いい、ね、なんかすごい出てます。なんなら別ポジ、別ポジ。拍手ありがとうございます。すいません。あ、ありがとうございます。風にも左右されないだね。みんなナイスだね、今の。ね、よかった。ナイスです。よかった、よかった。気持ちいい。両手グローブです。両手グローブです。本当だ。ずっと左手だけだったんですけど、もう右手が真っ黒になっちゃって、もうなんか、色違いが半端なくなっちゃったから、ね、両手つけてるっていう。なんだ。エリーはもう豆できるからです。あ、豆か。ずっと握ってるから。うん、これになったら全然できない。そっか、そう、確かに豆できるかもね、はい、普通にあのグローブつけてなかったら。私は上手い人はみんな片手グローブだったので速攻外しました。あ、上手い人って片手なんだと思ったら、じゃあ形からだからもちろん片手にしました。でも上手い2人が今日両手なんで速攻両手つけます、今日から。うわ、めっちゃ下がってる。これ右の方がいいですね。すごい登った。なんかオリコ、オリココースターみたいな。オリコちょっと。ずっとここ右の帯浅いので左に逃げた方が正解です。あ、そうなんですね。よかった。逃げてるんでね。めちゃめちゃ逃げまくってた。逃げるか逃げまくってた。全然問題ない。どうしよう。ね、一点気になったこと言っていいですか。え？ゆこさん。これとさ、うん、あ、これボール？ボール。すごい盛り上がってるから、なお後ろから見たらスカートがバチ短いのよ。でもバチ短い。スカート短いイコールヨコさんだからいいんですよ。ありがとうございますって感じなんですけど。物入れちゃう癖があるからさ。ね、だってたまにね、たまにヒヤヒヤしちゃいます。こちらが。そう。こっちもね、プリーツになってるから。そう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 。ふわってなって。かわいいです。はい。ユーゴです。さっきキャディさんからあんまり使わない8番アイアンをおすすめされたので8番アイアンにしました。あー、ダメだった。それはやっちゃった。かわいい。今の巻き戻して何回もリプレイするしないで。コメント欄に書こうかな、私あの何分何秒って保存用で。やっちゃった、キャディーさんやっちゃいました。私は今なんかいいな、やっぱアイドルって。え、何がですか。ね、エイソンだから可愛い。いやいやいや、それはそう。お世辞が上手だね。いいな。じゅんちゃんがやったらまた違う感じになるから。うん、含めて65ヤード残り倒しまで逆にね。
あ、やっぱダフり始めた。誰かな。ダフり始めたぞ。ちょっと力んじゃん。しっかり打ってるよね、やっぱり。しっかり打ち込んでる証拠ですよ。すごいすごい。やば、優しいって。結構上げちゃった今。刻む。刻む。先輩お手本お願いします。うまい、うん、ちょっとトップ気味でした。トップ気味でした。ポンって。なるほどね。これはね。当たりない。刻む。刻む。もうまっすぐ狙います。なんかフックにもスラーにも両方見えるんですよ。あー、はい、はい、あー、惜しい、惜しい、さすがだね、素晴らしい、ありがとうございます。 OK です。やっぱや弱いか、弱いか、惜しい、あー、ナイスタッチ、ワクチンのやつです。これもこれも、はい、すごい、結構しっかり重いよ。うん、重たいです。めっちゃ重いよ、うん、あ、薄いやん薄いやん重たい重たい、確かに重たい。でもちょっと難しいらしいです、うん、なんか形がすごい、え、両方打てる。そうです、そうです。あ、そうなんだ。へー、面白 い、ね、初めて見た。どっちかでも打てるよ、うん、そうです、すごいね。もう可愛い。ちょっとお高い。はあ、お高い。お高そう。ちょっと高いです。でもすごいかっこいい。ね。かっこいい。こんぐらいです。高いよ。か。え、千円？千円なされるかな。すごい。でもパターじゃない、ドライバーは、うん、これです。これです。これです。まあでも高いですけどね。え、あ、あ、そういうことね。あー、あ、しっかり、しっかりしますね。しっかり。さすが、しっかりしますね。はい、皆さん、リンゴルフオープンについてご報告があります。はい、各大会10組限定といたします。はい、9月29日から、今年は4会場、そして来年含めて全部で20会場を今予定しています。ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。ます。ちょっと打つ前に今日のエニポンのファッションチェック、ファッションチェックですか？お願いします。ファッションチェック一番見てほしいところはここですね。無視さされこれアップしていいんですか？かわいい。全身どこのですか？これはルコックさんです。おー、かわいい。カラフルですね。そうなんです。なんかこれがオリンピックカラーみたいで、おうおうおう、そう、2020年にちなんだ感じになってます。かわいい。帽子も、そう、帽子はピンクにしました。かわいい。一口、はい、同じ帽子持ってる。おおおそろなんで今日それじゃないんですか？確かに。あー、ちょっとさすがに一緒にかぶるとちょっと私の方はあんま可愛く見えなくなっちゃう。いや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 、かわいいですよね。かわいい。私気になったのが靴下、このハートのやつかわいいと思った。これ多分、うん、あれですよ、300円ぐらいですよ。え、それはかわいい。どっかで買いました。あ、原宿とかかな。かわいい。あ、映えですね、全身。欲しい。欲しいです。なんか、くるぶしが隠れるだけで足って細く見えるんですよね。あ、そうなんだ。うん、私この長さとか、ちょっと長いここら辺の丈の靴下が好き。それも足が長く。長く見えます。細く見える。そうなんだ。そうなんですよ。だからよく履くようにしてます。
こう、かわいいです、ね、技をやっぱかわいい、でもやっぱ細いから、いやいやいや、こんだけしかないですよ、それはないわ、こんだけしかない、それなにこれ、今日のポイントは、ゆこさんのポイントは今日全体的にブルー、うんうん、なんか結構白と青好きなんですよ、うんうん、組み合わせが、かわいい、なんか爽やかだなって、爽やかできたんですね、白、青にちょっとなんか赤れちゃったみたいな、あ、かわいいね、大事、おしゃれです、あとニアピンです、ここは、はい、先に見て、先に、お、あー、左行った、うん、来ました、乗せられないなやっぱりちょっといい感じに捕まりましたね、うん、5番ウッドです、よいしょ、あ、ダフった、でも方向はダフったよ、方向は大丈夫だから大丈夫、あ、折れちゃった、絶対届かないんですよこれ、悔しいよね、今日一度も乗せれてないです、頑張れ、みんな乗せれてない、確かに、だってね、あの時も距離が長いんだよ、うん、長いですよね、私結構残ったな、え、惜しい、全然乗ってない、ん、むずいっすね、サンドです、まあ、まあ手前の方がいいんだろうな、ずれないようにしなきゃ、いやー短いんだなこれむずい、35ヤード、あ、まあ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 、頑張りましょう、あんまり上げられないですね、そうですね、なんか思ったよりもちょっとトップしちゃいましたね、なんかちょっとなんか当たりがよくなかった、悔しい、もう一人いますよ、むずいよね、入れそうだね入るよ、もう10回やれば入ると思う、逆に10回で入る、10回に入れるはいちょっとあ歩まなければって、このまま行ければいいのに、このまま進んでいこうかなこのまま進んでいこうかなぐらいなんですけど、絶対緩むんだけど、あ、なんか応援してて、うん、なんで次入るやっぱあのまま進んだ方が良かったな、多分次入る、これ入りますかね、入る、あ、そうか、これで入れたらパーってやって、うん、あ、いいよ、ちょっと強かったな、ラインに乗ってた、多分
本当に弱かった。悔しい。パーパットでした。結構速そうに見えるんだな。やだなんか私こんなに右見てたんだって思う。やばい、スーパッと。やばい。ナイス、ナイス。おはようございます。ボギーでした。ナイスボギー、ナイスボギー。さっきのやつ決めたかったな。もうちょっと強かったら。ライン乗ってたね。ライン乗ってました。ね。上かったらむずい。強く打てないし。うん。はい。あれが精一杯でした。十分ね。乗ってない。ない。乗せたいですよね。なんかカメラの前でいいとこ残したいのに。でもやっぱ結構しっかり距離が、そうあるので。短めのところがないですね。だいたい全部ユーティリティがウッドを使って、ね、アイアン使った？私使ってないですね。ユーティリティかも。うん、おーあって。エリコンでもやっぱアイアン使えてない距離なんで、やっぱ長い、ちょっと長いかな。まあそれもね、楽しみの一つなんですけど。そうですね。ね、次はパー5です。ロング5です。はい、ちょっとダフりがちになってきてるので。ああ確かに気をつけてね。ちょっとやっぱ疲れが出てくるよね。そうなんですよね。そうなんですよね。わかります。ブレてきます。後半体力もいっぱいになったし。そうなんですよね。ちょっと眠たくなってきますよね。ね、そう、眠さとも。あ、ちょっと少し待つかも。あ、ね、ちょっと待ちますね。ちょっとでお昼寝タイムで。もう一瞬で。ちょっとお昼寝タイム。お昼寝タイム。はい。しばし。します。お昼寝タイム。頑張ろう。ね、頑張ろう。せーの。エイポンが見たい人はチャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。お待ちしてます。お願いします。はい。